雑魚すぎるー。ファー、あら皆さんこんにちは。口元がひょっとこだ。口元はゲームと関係ないです。よいしょ、お前ら久しぶり。はい、どうもつなきぴです。久しぶり。久しぶりです。ウィース。いやマジで1年、いや2年ぶりぐらいのレベルで久しぶりです。もうやばいね。もう投稿しないと思ったでしょ。するんですよ。はい、というわけで本当に、1年前受験が終わって復帰しようと思ったんですけど、その頃もうゲーム熱完璧冷めてて続かないなってなって投げ捨てちゃって、この度また戻ってきました。イエーイ。マジですいません。マジですいません。ほんとね、もう視聴者の方、僕のことを忘れちゃってる人とかいたり、マイクラやめちゃったからもう興味ないし、登録解除しよっかなとか思われたら、もうほんと嫌だなとか思ってたら、もう そんな感じでいろいろ考えてたら、もう1年間投稿全くできてなかったよね。いやほんとにね、待ってた方マジで申し訳ないです。そしてどうか今日からまた始めようと僕は思いましてですね、こう動画をつなきゃびチャンネルで撮ってるんですけども、つなきゃびっても本当に言いづらいんですけど、未だに思う、なんでこんな名前にしたんだろうって。まあいいや。でもう本当になんで戻ってきたのかって、もう2年も2年約1年1年目でちょっとまあもうちょっと戻ってきた推計算だけど、まあ実質2年ね、戻らなかったのに、なんでね戻ってきたかっていうと、やっぱね、せっかく7400人ぐらいいるんだっけな、そうまでさやったのに、もう本当にもったいないやんっていう。本当にそれだけの理由なんだけども、まあね、多分今動画投稿したらもう2年も空いてるから再生数3桁ぐらいになっちゃうと思うんだけど、でももうね、ちょっとやりたい、いやまたやりたいなっていう気持ちはすごいあったのに、やんないのはなんかね、なんかどうだろうと思ったから出すわ。思い切って出してみようと思ってね、もうほんと。ということでぜひね、もう YouTube のモチベーション、本当にもう一人一人の視聴者さんのコメントだったり、もう動画の高評価だったりがめっちゃ響くんで、本当にもうね、何でもいいんで、とりあえず本当に何でもいいんでコメントしてくれたら助かります。はい、お願いします。で戻ってきたんですけども、正直言ってネタが思いついたとかそういうのが一切ないので、まあ、ただ、うん、本当に戻ってきただけなんで。でね、このチャンネルってずっとマインクラフトしか上げてこなかったじゃないですか。てかもうマインクラフトの中でもさらに PVP しか上げてこなかったんで、もう本当にね、この僕の登録してる人の多分 95% ぐらいな、もう大多数の人が僕のマイクラの PVP を見に来てるっていう人なんだと思うんですけども、ちょっとその人たちの期待を大きく裏切っちゃう形になっちゃうかもしれないんですけど、まあ僕戻ってきたんですけども、本当にマインクラフト PVP は、まあ、サーバー自体ももうないし、でもうやってもないしで、本当にねないんです、モチベーションも何もかもが。なのでちょっとめっちゃどうしようかなと思ったんですけど、マイクラ PVP はさすがに限界感じたので、別のジャンルにもちょっと手を出して、これからは頑張っていこうと思います。そしてね、うん、そうなるとね、本当に視聴者さんがね、本当にオワコン、YouTube のオワコンになる理由っていうのは結構、なんていうの？前までやってたジャンルを大きく変えちゃったりした人が結構オワコンになってたりするんで、もうこの決断すごい怖いんだけども、ね、多分オワコンになるかな。まあ、いいや、とりあえず自分のもうやりたい、動画投稿したいなって思ったんで、趣味の範囲でこれからも頑張っていこうと思います。そしてね、まあ、重ねなんですけども、もしね視聴者さんも意見も参考にしたいので、多重コメントになっても構わないんで、もう最近周りで流行ってる、もしくはなんかハマっててやってほしいなみたいな、何でもいいので、もう本当にコメントしてもらえると助かります。はい、というわけで、ね、ちょっと固めの動画になったかな、わかんないけど、まあ、うん、ちょっと自分の中で結構ね、考えすぎちゃって動画投稿できなかったんで、まあ、これからは、もう本当そんなに考えすぎずに、まあ本当に趣味って感じで、ね、
やっていこうとまた思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ではご視聴ありがとうございました。頑張ります。バイバイ。